お元気さまですの本日はですね、えー、九州大学の数学の問題ですね、えー、第3問のやつなんかをちょっと例に挙げて、えー、まあ、行列だったんですよね、結局問題としては、あれは。まあ、普通にねあの、気合と根性でゴリゴリ解いていくっていう方法も、泣きにしもあらずなんですけど、ちょっと引き出してしまうぐらいに、ちょっとそれはですね、 さすがにあのかわいそうなのではい、やっぱりですね、結論からすると、もう習ってもいない、今ね、高校のその授業から、まあ、あの行列っていうのはもう外されてしまってますから、まあ、その行列で、ね、あのやらなくちゃいけないような、もうそういう数学やるよりは、まあ、理科やった方がまだ勝ち目がありますよっていうようなことをね、まあ、それをお伝えしたいと思います。まあ、もちろんね、前にもお話したように、理科というのもあの、例えば福岡県なんかではね、 授業時間がものすすごく少ないんですよだからもうすっ飛ばしてねあのショートカットして教えてますから理科に関してもまあ習ってないような状態で旧大の、えー、理科のテストにねこう物理科学生物に突っ込んでいくような形になってるからまあはっきり言ってねもうネット上なんかで塾や予備校行かないと大学受験って無理ですよねっていう風に言われるのもまあ分かるような気がします。 わかるような気はしますけれども、まあ、はっきり言ってね、あの何度も言うように、数学はまああの捨てとけというかですね、もうそこは省エネ勉強でもう無理だと思ったら飛ばすということで、ちょっと解説します。はい、えー、と,とりあえず、えー、第2問のやつなんだけれど、まあね、あのー、 ざーっとこう見ていって、えー、なるほどなというふうにも思ったんだけれどもまあ普通に行列の問題だよねぐらいで私もあの流しみだけしとったんでですねあんまりそこまで深く考えなかったんだけどまあ見ていくとその abcd と揃っていてでなおかつねあの d というものを ad-bc というふうに 来たらこれ、逆行列で出てくる AD-BC なんですね。はい。これ、行列という形で、2行2列の行列 ABCD のやつですね。これの逆行列出しなさいと言われたら、こういう風になってます。はい。もう、教科書にも載ってるような問題でしあの、公式だったんですけど、この逆行列の分母の部分が、これが0じゃないよと。D が、ね、0じゃないというようなことであれば、逆行列を持ちますよっていうなことで解けるぞっていうような形の、ああ、もうこれ、もろに逆行列使えば簡単や、 みたいな感じでね、あのー、行列を自分で、ねえー、勉強している、あるいは塾や予備校に行って、ね、行列を習っている、まあ、浪人生なんかが、ねまあ、1年浪人して9大受験しますみたいな感じでやればねまともな塾やまともな予備校であれば数学の先生がねちゃんと行列を教えてくれていると思うんですよ。はいまあ、行列、まあ、線形台数中に言われているやつですね、はい。大学に入るとまたこの行列を習います。大大学学に入るののの行列の授業っていうのが大学1年生 学生の線形数学線形台数というふうなあの教科書にあると思います。まあちょっと今変わってるかもしれないけどね。まあ、大学のことはいいや、もうそれはね。はい、ということで。 まあこれですね、あのーまあ、正直言って今見せたようなですね行列、え何それみたいな状態の人であるならばはっきり言っても今更数学やったからっちゅうてどうにかなるようなもんじゃありませんので、ねえー、計画通り、えー、理科2つでしっかりやっていきましょうねときあ,あのー、これね、九大数学ってタイトルにしているように理系の話ですよ。文系の人ははねちょ,っと、あのー、ちょっと話は、あのー また明日にでもやりましょうね。はい。ということなんですけれども、はい。ということで、まあ、行列、もろに出てるな、というようなことで、えー、実際のところ、ちょっとね、年表というか、過去の行列の歴史について、ちょっと見ていきましょうね。はい。こういうふうになってます。えー、行列っていうのはですね、えー、まあ、 プログラミングとか物理とかで使ったりするんでですねあの大事なものなんですけども、まあ、最近複素数平面というのがで出てきてですねこれでまあ複素数平面があればまあ行列なくてもいいんじゃないのっていうような感じになっていたので、えー、それでえー行列が消えていくようなことが起きたわけなんですけども、はいまあ、私が1987年の大学受験だったんですが1989年まで、まあ、私の世代まではまあその 今でいう数学の B ですね。えー、当時は台数幾何というふうなタイトルの教科書で、えー、習ってました。はい。で、この頃ですね、1980年代、IT バブルが起きるぞっちなことでですね、えー、言われだしたわけですよ。そうすると、まあ、アメリカとかからね、アメリカと日本で IT 競争みたいになってくると、これはアメリカがやばいということで、アメリカの方から日本に対して、えー、そういう IT とかを勉強できなくなるように、そのね、代数期間じゃなかった、その行列をあの教科書から削除しろみたいな感じでですね、まあ圧力でもかかったんでしょうよ。それで年になると えーまあ、数学 C の方に移動したと。で数学 C に移動してしまうということは、文系の生徒は習えないということですね。で、対外理系の生徒でも数学 C というのはもう大学入試出ませんから、数学 C ってやらないものなんですよ、基本的には、はい。数学3ばっかり出ますからね。もう国立の医学部なんかも数学 C が出てくるということはまずないわけですから。はい、ということで、まあ、要するにもう基本的に日本人が。あ プログラミングを勉強できないように、IT 革命が日本では起きないように、アメリカの作戦だと思うんですけどね、それは。ま,あ、まんまとそれではまってしまったということで、えー、とりあえず、まああのー、今までは文系まで習う数学 B でのお、ね、に高校2年生の教科書に載っていたあ行列だったんですけれども、これからは高校3年生の まあ、1989年からは高校3年生の数学 C の教科書に移ったということで、三、えー、行3列ですね、ちょっと端切れてますけども、三、えー、行3列の行列までやりましょうみたいな感じにはなったんですよ。はい、で実際には 高校,に高校生で2行2列の行列を習ってそして大学に入った時の大学1年生の数学の授業で3行3列以降、ね、N 行 N 列までの行列みたいに習っていくようになるんですけれども、まあ、逆行列に関してはねさすがに2行2列までにしましょうねというふうに教科書改訂が行われてきました。はい で実はそ2008年から、まあここからですねあの消えてしまったんですよね、正直言って。まああの数学活用というふうな分野に移りましたということで、数学 A も, A も B も C もどこにもないぞみたいな感じで,ですね消えてしまったあ行列なわけでございますけれども。はい とということで、まあ、下の方にも書いてますけど、もう実質的に2012年には行列は廃止になってるね、みたいなことをですね、まあ、あの解説してある人もいます。はい、で、えー、あのね、ちょっとずっと見てたんだけど、 誰か解説してないかなと思って YouTube 見てたんだけど誰も解説しないんだね数学 C の話ねはいこれまた数学 C が復活するとかいう話なのにねはいということで、えー、2012年に数学 C が廃止されて数学3という形になってしまったところで行列も廃止になっちゃったよってことですねはいで、えー、ところがまた、えー、2017年のところで数学 C があ復帰したというようなところで、えー、また数学 C の でさあどうなったかなと行列は出てきたんかなみたいなところなんですよね。はい、もうほとんど私も記憶にないぐらいでございます。2017年か。あ私が久留米実習室を創業して5年目ぐらいだな。一番バタバタしてたときですね。あのー、ちょっとかなりトラブルが起きていた時期でしたね、ここは。はい、ということで、えー、2000の 2022年、去年ですね、えー、ベクトルの必修化も廃止というのがう、まあ、どん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 あの勉強の内容を削られていって、今の,あの若者が、やはり日本でね、そういう IT 革命とかそういうのを起こすのは若者ですから、若者から力を奪うことが一番ですね、日本において <coughs> 経済が、 発展していくっていくうううものをあのをどうなるかっていうのはですね、はい、だから日本はドイツに今追い抜かれつつあるということでドイツの方が人数少ないけれども教育はもうしっかりやってるということですね。日本は人数は多いんだけれども教育がもうスカスカになってしまってもうどうしようもないという状況ですね。はい、さっきも言ったようにその大学生になると3行3列からの行列を習います。だから今までは高校,高校生の時に2行2列の行列をやってそして、えー、文系の生徒であってもやって こう大学の1年生の数学でもう文系も理系も関係なく産業3列以上の行列を勉強していってまあプログラミングとかをやりましょうねみたいな流れになっていたのがバーンと壊れてしまって、ねえー、そこら辺で日本で i d 革命が起きないようにねあのうまくやられてしまってもう結果的に日本のその あの IT 状況がひどい状況に今なっていてもう外国人テロリストたちが日本のねその政治家とか官僚とかあるいは大企業とかのそういう通信とかを傍受したりするようなことも簡単にできるわけですよね。ももうううう it 革命が日本で起きていないいなからもうそういうその テロリストたちからの攻撃に対して、もう無防備なんですよね、日本は。ということで、もう国会議員とか官僚とかですね、あるいは経団連企業とかの、そういう国家機密とか、企業機密とかが全部もうあの外国に筒抜け状態になっちゃって、そこを遮断するような、そういうね、IT 革命というかですね。 さっきの行列を使ったようなそういう、えー、プログラミングとかなんとかをできなくなってきてるというふうですね。で私の友達はあ福岡大学の同じ応用数学科で、えー、卒業して今 IT 企業で、えー、年収2000万稼いでますけれども、はい、もうとにかくね 彼も言ってましたけれどもあの、根性があればできるよっては言ってるんですよ。確かにね、大学生になって、それでいきなりね、産業3列からポンと入って、それでも根性のある子だったらば、よし、プログラミングやるぞと、文系であってもね、だからその彼の働いている企業で、えー、土木作業員だった人が就職してきて、それでプログラミングを勉強してやってるってゅうのことで,で、すね根性があればできるよって、彼は確かに言います。だけれども根性のない人が多い んですよ圧倒的に数学苦手な子が多いんでね。はい、というのを考えるとやっぱりちょっといきなりね、あのー、高校で2行2列の行列をやってなくてそれで IT 関連とかですねやろうったってそれは無理があるなーっていうところですね。はい でやっぱり根性のあるのは女の子だって言いますよね。だからもう彼の働いてる IT 企業では、もうとにかく女子社員のね、もう美人さんばっかりって、もう写真見せてもらったんだけど、本当にモデルにしていいような美人さんばっかりって言うことで、ね、なんであんたらモデルにならなかったのと、ね、IT 企業なんかに来てみたいな感じで、だからもう IT 企業って言ったら、もうね、美人女性たちの集まる場所みたいなのがですね、なんかね、その、えー、IT ドカチンとかなんとかなんとか言ってるんだっけはい、そんな、そんなんじゃないんですよ、本当は。はい、ということですね。はい。 まあ結局根性のない数学ついていけないっていうような男の子たちがねもう大概優秀な数学のできる優秀な男の子たちで医学部とかそっちの方行っちゃいますから、まあ、いなくなっちゃうんでね残った数学の苦手な子たちで IT の方に入っていこうちててももう数学ついていけないっていうことでねなかなか根性がないと難しいっていうこところで、ね、根性となってくるともうドカチンヤン系みたいな感じの言い方を、まあ、差別的に言ってるような人たちがいるんだけれどもはいということでちょっと話を元に戻しますと今日は何の話だったか というと 九州大学の数学第3問とかね今年の問題見てくださいよと見てもらったら分かると思うけれどももうあの行列習ってないとこれ解けないだろうっていう問題なんですよねはいとなってくるとやっぱり数学よりはあ数学よりは理科をやった方がいいよねというふうな結論になってくると思いますはいもう本当にね能率効率悪すぎますこれだけ数学ね習ってないようなことでえ九、ー、大の問題とか解かなくちゃいけないから、ね、学校の教育課程から外されているのに行列出る 出出るんか出るんんかかどうなんだはい、というようなことですね。まあまあ、塾とか予備校に通っている子たちは自分でね、行列の勉強とかやってると思いますから、あやってるというか、もう習ってると思いますから、いいんですけどね、うちとかに来てるような子たちで、えー、数学を習ってる子たちは、まあ、習ってると思いますから、いいんですけれども、ちょっとね、あのそうそう簡単にはいきませんので、まあ、ここら辺はね、あのやっぱ、その、 習ってないものが出ますよね <laughs> で。理科なんかもそうですよね。理科なんかも高校ではもうさらっとしか習ってない。もうほとんど習ったうちに入ってないようなのが、旧題とかやっぱボーンと出てきていますからですね。となるとしっかりやるしかないということですね。はい。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録お願いします。下の方には、ブログ、お便りシート、電話番号などありますの、ね、で、よろしくお願いします。はい。ということで、以上です。